おはようございます。おはようございます。ただいまの時刻は7時49分です。よく眠れました。はい、今日もどんより雨模様でございます。小ぶりやな、ちょっと、じゃあ今から朝食を食べてのんびりしながら片付けて、そうね、そ今日はどこ行くか、吊り橋とかもあるみたいなんで、ムールが上にかかってるな、吊り橋が。はい、お天気悪いけど楽しみたいと思います。それでは今日も一日よろしくお願いします。スラヤマ街道とつなぐ直売所、ちょっと行ってみよう。100円安いな。買って帰る？帰ろう。ほら、モーニングって書いてるコーヒーと。ただいま。はい、道の駅土佐和紙工芸村さん、お世話になりました。昨日北名古屋沈下橋を通過します。肉口に行くのはやめておこうかと思いましたが、先ほど水辺の駅愛の里さんでマップを、ミオドブルースポットマップを手に入れまして、ここからさほど遠くないので、ちょっと行ってみたい吊り橋の近くってことなので、沈下橋は通りすがりにあれば寄りますがなければ、行き先を、最終行き先ニコブチ、今のを行ってみようと。ただお天気がね、心配です。はい、じゃあ気をつけてお願いします。あー、こんなブルーに出会えたらいいのにな。お願いです、少しでもいいからお日さんがさしてください。飛行口駐車場まで 280m。 ここでも B に止めたらいいんだ。まだやな、 250m。仁淀ブルーで知られる仁淀川の支流、どこから行けばいいのかな。そこから階段に降りていけるみたいです。階段じゃない、スロープや、スロープやから楽だね。わあ、すごい階段。結構すごいよ。降りていこう。うわ、怖っ。結構階段高さあるよ。気をつけて。一段一段が割と高いから。おお、見えてきたよ。すごい、今日お天気悪くてもこっからでも綺麗。ちょっと一回ここから、おー、すごい綺麗、綺麗で見て、こっからでもすごい。まだまだ下に降りていきます。よいしょ。わー、すごい、ちょっとすごい。よいしょ、膝が痛い。ちょっと膝を痛めてるから、この急な階段が厳しい。わー、綺麗。気をつけてよ。すごいね、下まで行ってみよっか。
ここから見るのも迫力すごいあるし、ね、お天気悪くてもこんなに綺麗。お天気良かって日が差したらすごいやろね。降りていってみます。足元が濡れてて滑るので危ないです。ちょっと気をつけていきます。あー、来た、すごい。ニコブチ協力金ありがとうございました。はい、ではニコブチを後にして、はい、チーがなんか探してきた吊り橋があるようなので、そちらに人がね、2人がギリギリ通れるぐらいの吊り橋です。じゃあそちらに行ってみたいと思います。はい、お願いします。安全点で行きます。あるか、この辺止めるか。釣り橋にやってきました。昨日ね、釣り橋っていうのかな、遊歩道もあるけど、とりあえずこの橋だけ渡ろうかね。じゃあ行ってみます。あ、まあこれなら渡れそうかな。ちょっと真ん中まで行ってみるよ。あ、全然大丈夫、そんなに揺れ。あ、でもなんかこの辺来たら怖いな、やっぱり。これさ、こんな頑丈な吊り橋でも割と怖いのに、なんか嫌のかずら橋とか絶対よう通らんわ。もう戻ろう。うー、なんか揺れてる揺れてる揺れてるよ。揺らしすぎやて、怖い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 。じゃあ戻ります。戻ります。ビビってました、まあ、ちょっとやっぱりね、高所恐怖症まで行けへんけど、ちょっと高いとこ登るとフラフラってするから、ちょっと怖いね。フラフラすな、うん、まあまあそんな揺れへんけど、しっかりしてる。揺れへんけど、木じゃないから。そうそう、木じゃないから揺れへんけど、やっぱり横が、全然怖くない。してみたら怖いよ。全速力で走れるで。走ってる。走ってるわ。せーの、揺れ、せーの。なんか落としない、携帯落としない。携帯ポケットから落ちてて、それもうやったらえらいことやけど。はい、ありがとうございました。バイバイ。では仁王洞を満喫しました。昨日ね、吊り橋とニコブチを観光してきましたので、そろそろ高知市内の方に向かって帰ろうと思いますが、ちょっとお腹が空いたので、どこか食べれるところを見つけて食事したいと思います。それではちょっとまだくねくね道が続きますので、気を
をつけてお願いします、はい、かわいいお店、なんか通りすがりに見つけたので入ってみたいと思う。木陰ビラ福屋、入れるんかな、オープン予約とかいるんかな。あ、メニュー、これでいいんじゃない、いくらか書いてない、これランチ、ランチとは書いてない、できんのかな。こんにちは、はい、食事とカフェは食事、食事で、ご準備します。ランチサラダとスープでメインディッシュ、メインディッシュ選べるって。お肉料理、魚料理、ハンバーグ、ハンバーグにしようか、魚もいいかな。こっちはこれか、これやメインディッシュは、お肉やったら若鶏の胸肉フライ、カレーバタフか、魚はすくも産のマダイのポワレ、ガーリックアンチョビソースの魚もいいよな。ミストガール、何やったっけ、マダイのポワレ、マダイのポワレ、美味しそう、綺麗、盛り付けも綺麗。カレーソース、カレー風味って書いてあるね、さっき野菜やから、うんうんうん、ごちそうさまでした。わ、雨降ってきた。お店の外はこんな素敵な仁淀川が。雨が来たね、とうとう。早く帰らないと。はい、ランチ食べてきました。すごい素敵なお店やったね。そうですね、美味しかったね。美味しかった。木陰ビラ福屋さん。仁淀川が目の前にあるね、素敵なお店でランチいただきました。私はマダイのポワレ、ジーはなんかカレーソース、若鶏のカツカレーソース、うん、それにドリンクもスープサラダドリンクついて1人1580円お得やったね。まあ上品な感じ、あんまり私たちが行かないようなお上品なお店やったね今日はね。まあ、たまにはね、
どこに行くか悩んでたけど、たまたま通り道に素敵やなと思って乗ったら、お手頃価格でランチをいただけました。美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは今日のお宿に向けて、また高知の安芸市にある今日もメルキュール土佐高知に今日は宿泊しますので、そこまでじゃあよろしくお願いします。はい、わかりました。メルキュール行こう。はい、こちらのメルキュール土佐高知にやってきました。今日もこちらで宿泊させていただきます。はい、お疲れ様でした。今日は晩ご飯は近くのスーパーで買った手羽先、手羽元と、この辺は割と手羽先美味しいんですよ。でこれが田舎寿司盛り合わせ、なんか入り口のところでどの全品どれに貼ってもいい、こんな嬉しいシールっていうのもらったんで全部貼ってきました。これとこっちの、これはかまぼこ、中に卵が入ってます。これは平手、こっちかまぼこ割りと美味しいね。今日はホテルのお部屋で食べます。はい、これね、珍しいタケノコと昆布と柚子が効いて美味しいですよ。ティラミスケーキいただきます。ございます。今日の朝ごはんです。カツオのたたきとナスのたたきと柚子さっぱりのとサバときんぴらごぼうとだし巻き卵を桜あんかけって書いてた。美味しそう。 G がもりもりす、すごい山盛りと、あのするしかない。何それ、椎茸です。